チャンネル。こんにちは。こんにちは。なんか、はい、プレミア12のまあ総評したじゃないですか。はい、しましたね。はい、あれね、結構30分ぐらい喋ったんですよ。もう話しましたね。でも一瞬でしたよね。一瞬でした。喋、はい、ってると私たち本当早くね、はい、過ぎるんですよ時間が。でもまだ喋り足らないですね。いや、なんからしいんですよ。なんかまだ言いたいことがあるってことで。そうなんですよ。はい、だからパート2。はい。可愛く。皆さんお付き合いください。あ、だからね、はい、あのちょっとまだあのあそれまで見てないよっていう方はね、はい、ちょっとあの長いんですけど、はい、じゃもう一回ちょっと戻って、はい、あの見ていただいて、はい、これを聞くと、まあ、あのより楽しめるし、まあ、万が一これを聞いてから、うん、あっち行っても全然楽しめます。はい、はい、まあ、これ単品でもね楽しめますから、そうなんですよ、聞いていただければ。はい、はい、だからまあね、前回もあの東京オリンピックに向けて、うん、あの今回のメンバーが誰一人選ばれなきゃないかもしれないってちょっと過激なこと言いましたけど、はい、あの大会終わった後浅村選手がですね、はい、あのインタビューで自分もまたアピールして頑張りたいって言ったんですよ、浅村選手がね、はい、っていうことはもう一回アピールして選ばれるように頑張りたいっていう解釈だと思うんですよ、うん、僕はね。そうですね、はい、だからよく理解したあのコメントだったと思いますね、僕は。だって、まあ、次のオリンピックも頑張りたいですって言ったらもう選ばれるぞ、そうだそうだっていうことですもんね。だからもう一回アピールして選ばれるんやっていう、うん、だからこのプレミア12で優勝して、うん、その思いがさらに強くなったと思うんですよ、うん、今回選ばれたメンバーは、はい、だから全力でシーズン最初から結果出しに来ると思うんですけど、うん、まあ、サムライジャパンで言えば、はい、プレミア12は第一章完果です。あ、よくあるでしょ、あの、はい、アメリカンドラマとか、はい、あれの第一章です、まだ、まあ、エピソード1みたいな感じですか。そうです、これ全然まだ途中です、はい、あの富士山で言えば3個目です。まだまだ、はい、え、始まったばっかですか。はい、はい、第2章が東京オリンピック、はい、おー、はい、あと最終章が2021年 WBC、 おー、そこまで。じゃあこれのこれ全部完結して真の世界一ですよ。じゃあまだ世界一になったけれども真の世界一ではないと、はい、こっからです、まあ、はい、でも序章でいいスタート切ったから、うん、それはすごいことじゃないですか、はい、あとですね、そのこのプレミア12を見ながらその放送してる人の話でちょっとカチンとすることがあって、はい、あらららあら、はい、僕ね文句ばっかり言ってるわけじゃないですよ、はい、あのちょっとあの受信力が高いんですかね、すぐえって思っちゃうんですよ。いや、それすごいですね。はっみたいなね、うん、納得できんぞみたいな。私は何も考えずにポーッと言って、うん、って思ってますから。また言ったなと。あの僕はもうこれを言われるのが一番心外ですね、はい、あの今回もあの、まあ、オリンピックの出場権がねかかってたわけで、で結局取ったのは、まあ、日本はねあの開催国なんでもともと出場枠はあると、うん、で今回大会でアジアの中で1位のチームが出場枠を得れるって言って韓国ですよね、はい、であのアメリカの大陸の中での一番上が得られるってことでメキシコですね、うん、でそのメキシコが3位決定戦でアメリカに勝ったんですよね、はい、最後あの阪神にいたナバウロがあのタイブレークで決勝タイムリー打って勝ったんですけど、でその時にですね、いやメキシコのアメリカからの勝利は2006年 WBC のでメキシコを下した以来の13年ぶりのアメリカからの勝利ですって、はい、でそのもう一人ですよね、いやあの時は日本はメキシコに救われましたからねって言ったんですよ。おお、はいはい、ふざけんじゃねえよっていう。おお、どうしたんですか、どうしたんですか。いやいやいや、はい、まあ救われたかもしれないですけど、はい、2006年の WBC、 よくもうね多くの人がラッキーだったとかね、はい、最後アメリカがメキシコに負けて、うん、得失点差で1勝2敗でメキシコ、アメリカ、日本が並んで最後ラッキーで準決勝に行って、はい、で韓国、キューバに勝って世界一になって、はい、あの時本当に助けられてラッキーだったよね、うん、一度終わってたのにってみんな言うんですけど、ふざけんじゃねえよっていう。いやいや、まあまあラッキーだけじゃないよと。いや、そもそももう考えてほしいんですよ、はい、二次リーグ、はい、アナハイム、エンジェルススタジアム、うん、今大谷の所属している本拠地です、はい、グループ初戦、うん、アメリカとの決戦で、うん、まあ、初回にイチローさんが、うん、あの PB からメジャーで20勝したことある PB から先頭打者ホームランを打って、うん、で日本有利の展開で進みながら、はい、あの岩村だったかながレフトフライ打って、うん、西岡剛がタッチアップでホームに帰ってきた映像、はい、ね、皆さん見たことあると思いますけれども、あのボブ・デイビッドソンという審判がですね、うん、あの三塁ランナー西岡の帰塁が早いと、はい、タッチアップを認めずアウトにして、はい、あの得点が認められずっていうシーンがあったんですけど、はい、全然早くもなんともないんですよ、はい、要はあれ
アンラッキーで負けさせられてるんですよ。うん、だ実際はあの相手は楽勝で勝ってた試合だったんですよ、はい、まあ、楽勝ではなかったんですけど、うん、ちょっと言い過ぎました、すみません、はい、あの勝ってた試合なんですよ、うんうん、あの試合はあのタッチアップが決勝点になって、はい、その決勝点をあの、まあ、いわば誤審で負けにさせられて、うん、はい、アンラッキーが起きて、でメキシコに勝って1勝1敗で最後韓国に負けたんですけど、はい、そもそももうメキシコに勝った時点で2勝1敗で決勝トーナメント進出決まってたわけですからね。ああ、まあそうですね。だからラッキーでもなんでもなくてアンラッキーで負けさせられるところだったんですよ、うん、僕らは、はい、それでなんかもうラッキーでって言われるのが心外なんですよ。うん、いやアンラッキーだからどっちかっていうとっていう、いやそうです、ね、普通にやってたら2勝1敗で決勝トーナメント楽勝でいってたからと思うんですけど、うん、まあでもあのだからあの業界関係者の皆さんもちょっともう一度考え直してください、はい、お願いします、はい、で、うん、まあ勝ったんで、はい、あの そこだけは言いたかったんですよ、はい、だからそこだけが一番強く言いたかったんですよ。なるほど、この動画ですごく伝えたかったと。はい、それです、はいはい、でもまだまだあります。ありますか、はいはい、でもあのプレミア12、まああのそのね、最終章は WBC って言いましたけど、はい、まあ、これもまあ次、4年後にね続いていくわけじゃないですか、はい、次2023ですかね。今回はあの東京オリンピックの予選も兼ねてるんですよね、うん、だからあのアメリカの方に聞くとアメリカの今大会報道はプレミア12とか世界野球って報道してないんですよ。へー、アメリカでの報道はほぼしてないらしいですよ、はい、ほぼしてないらしくて、うんうん、してるとこはちっちゃく報道してるらしいんですけど、はい、東京五輪予選会っていうへー名称で報道してるらしいんですよ。へー、そもそも多分認知度ないと思うんですよね、はい、でその中でやってるんでからその出てるメンバーね、うん、メジャーリーガーが出てなかったかもわかんないですけど出てる選手たちは各国真剣だったと思うんですよ、はい、そのオリンピックの出場権を取るためにね。だからメキシコもアメリカに勝った時めちゃくちゃ喜んでたし、はい、あの韓国も台湾より上に行けた時にはもうめちゃくちゃ喜んでたんですよね、その出場権を得たっていうことでね、はい、でも東京五輪が終わると野球はオリンピックの正式種目から外れるじゃないですか、はい、だから次のパリからは除外されるわけですよね、うん、そうなったらこのプレミア12がオリンピックの出場権を争う試合じゃなくなるわけですよね。そうですね、まだ位置づけが変わってきますね、はい、でそうなってくると、まあ、ただのっていう言い方もおかしいですけど、はい、プレミア12になるんですよね、はい、その中で長く続けていくためには、まあ、今回ね日本ですごい盛り上がったっていうのはありますけど、うん、やっぱ世界的に盛り上がるように持っていかないといけないっていうところもあって、うん、まあ、大改革を含めた、まあ、改革必要になってくるんじゃないのかなと思いますね。だからもう大改革がないぐらい、うん、そうですね、やっぱメジャーリーガーが出ないっていうところでこれ以上いけないんですよね。メジャーリーガー出るようにならないんですか。なんないです、残念ながらなんないですか、はい、やっぱ WBC っていうのがあるんで、はい、うん、まあ、WBC はメジャーリーグとメジャーリーグの選手会が主催してる大会なわけですよ、はい、だから要はメジャーリーグからすればその資金で自分たちの年金とか、うん、自分たちの運営資金にしたいから、はい、その、 あの大会があの世界一を決める大会じゃないと困るわけですよね、はい、でそうなると他の大会に選手をつぎ込んで自分たちの大会の価値わざわざ下げることしないですよね、はい、うんうん、そうですね、はい、でもこんだけ盛り上がったからもったいないじゃないですか、野球界としては ね、なんか日本だけ、まあ、もちろん他の国で盛り上がってるところもあると思いますけど、この日本の盛り上がりを同様に世界で伝えたいですよね、共有してほしいですね。だからこうそうすることによって、うん、まあ、こう野球がねもっと世界的に普及していけば、はい、ひょっとしたら未来で野球がまたオリンピックに復活するかもわかんないし、うん、その決められた国の中でやることよりも一歩外に出て世界普及を目指すていくしかないと思うんですよ。そうですね、でもこれは本当難しい問題です。難しいです、ね、僕の頭じゃね思いつかない。だって日本だけのことじゃないですから。そうなんですよね、世界ですから、はい、うん、でもやっぱりね稲葉さんにはね今ホップじゃないですか、はい、東京オリンピックでステップ、はい、ステップで、WBC ジャンプで行ってほしいですね、はい、全部優勝で、うん、うん、そしたらもう稲葉さんはね神の領域ですね。おー、そうですね。で選手たちはね、はい、それにまた選ばれるように、うん、で必死でシーズン戦うことによって、うん、そのシーズンのこのペナントレースの価値も上がっていくじゃないですか、はい、でそうすることによって野球界の裾野を広げることにもなるし、うん、子供たちがね最近野球離れが進んでるっていう声はありますけど、はい、そういう子供たちがね野球したいっていう声も多くなってくるだろうし、うん、ラグビーのワールドカップで盛り上がって、うん、でプレミア12の野球で盛り上がって、はい、でこの日をねこの全スポーツ界が
未来にの日本につなげていきたいですよね、うんうん、でそうすることによって、まあ、僕はまあ大げさなこと言ったら野球でもバレーでもラグビーでもサッカーでもテニスでも、はい、まあ、いろんなスポーツの中で人として成長していってもらいたいんで、うん、別に絶対野球しろとは言わないですけど、はい、あの明るいスポーツ界になるためには、うん、世界の大会を維持しながらあのいいものを、まあ、僕らファンに見せてほしいですよね。そうですね。だってラグビーワールドカップ今回すっごい盛り上がったじゃないですか、はいはい、絶対ラグビー始める子ども増えたと思います、ね、いや絶対増えたと思いますよ。ちょっとやってみたくなりましたね。なんか女性から見てもあのラグビーのあの感じ、はい、かっこいいと思いましたもんね。あれ行きます。ちょっとなんかねラグビー選手いいなみたいな。はあ、ラグビー選手こちらまで募集してます。よろしく。